ミュージシャンの坂本美雨42が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3月28日に亡くなった父、坂本龍一さんを追悼し、お父さん、ずっとずっと愛してますと思いを伝えた。今だからこそ明かせる本音も覗かせた。世界一かっこいい、憧れのお父さんだから。今、ちっちゃくなってもう一度娘をやりたい。もっと甘えたり反抗したり迷惑を、もっとかけて、それでも、やっぱり大好きだと言って思い切り抱きつきたい。大好きでたまらないと心境を吐露。これからは、父と共に生きていきます。私の中にいる父が、私に美しいものを、たくさん見せてくれ、生きる喜びを教え、この世を生きていく力と、立ち向かう強さをくれるでしょうと綴った。世界的音楽家の坂本さんは3月28日、死去した。71歳だった。2021年1月に、直腸癌を公表し、闘病しながら活動を続けていた。レコード会社やマネージメント担当会社などが2日、公表した。